はい、皆さんこんにちは。選挙品 .com 田村です。今日はカリスマウグイス嬢の幸吉さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、同じくウグイス嬢の彩香さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。はい、まあ、2人ともウグイス嬢ということで、まあ、選挙の遊説という現場をですねずっとやってると思うんですけども、やっぱ日本というのは厳しい気候もあると思うんですね。例えばですね、この悪天候の中の遊説っていう部分の苦労なんかもですねいろいろあると思うんですけども、やっぱそういうその悪天候っていうのはやっぱりだいぶ出くわすと思うんですけども、どうですか、ご経験されてみて。雨とか、うん、風とか、やっぱり雨が寒かったりだとかするし、うん、濡れるし、うんうん、いやなんかもうこれねどこまでやるんだろうとか思ってて大変ですね。はいはい、なるほど。風とかもなんかすごい強風が来るっていうことですか。そうですね、うん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 、なので、ね、どこまでをとかあるのかなって思ったりとか。なるほど、はい、疑問に思ってます。なるほどですね。やっぱりこうあれですかね、こう天気が悪いとやっぱ窓開けたら雨も入ってきちゃうし、風もこういっぱい入ってきちゃうしってあると思うんですけども、まあ、どういうふうにやってるんですかね皆さんは。レインコートを着て、室内ですか。車内でレインコートを着ましょう。なるほど、雨が降ってくると、はい、でバスタオルをドアのところや膝のところにちゃんと置いて、うん、なるほど、看板や屋根から垂れてくる雨をですねタオルで受けてなるほど、でなおかつ自分はレインコートの上からこの白手袋の上から薄いビニール手袋をしまして、輪ゴムなんかで入らないようにピチッと留めます。なるほど。でガードをした上でそのまま手を振っていつも通り変わりなく続けますね。はい、窓は開けっぱなし、いわゆる雨ざらし、オープンカー、オープンカーです。はい、はあ、なるほど。やっぱじゃあそこまでして雨が降っていても、雨が降っててみんな傘もさしてますし、なかなか見てもらえないからちょっと開けるのやめようかみたいな形にはならないんですかね。雨が降っても頑張っている選挙太郎候補というのをご覧いただくために窓を開けて、でまあコミュニケーション的にも窓閉めてしまうと、うん、取れなくなって薄くなってしまうので、やっぱりもう極力開けて、台風が来るぐらいでないと閉めないでも雨ざらしですね。はい、でまあ、地域によっては沖縄なんか行くとですね、向こうは台風銀座と呼ばれるぐらい台風の、ね、はいはい、通り道なので、はいはい、1回乗ってびっくりしたんですけど、はい、乗ってる時に台風が来たんですよ、はい、そしたら看板がバーンバーンって言ってるのに、はい、まだ選挙やるんですかって私が言ったぐらい激しい台風だったのに、これぐらいで休んでたら沖縄では選挙できませんよって言われて、はあそうなんだなと思って。もちろん窓も、窓もでした。その間中ババーンババーンって海の波とですね風の音がものすごく台風でしてるのに、みんな平然と日常生活を送っていて、都市部なんかだと台風が来るともう車も走らなくなるじゃないですか、うんうんうん、向こうは日常通り車も走ってます。なるほど、はい、そういうお国柄もあることはびっくりしましたけれども。車もいるだけ人もいるんですか。うん、そうなんですよね。なるほどなるほど、タフだなと思いましたね。なるほど、台風でも窓を開けると、さっき言ったその雨対策みたいな、ね、レインコートを、ね、車内で着るとかもやったりとかですかね。そうですね、まあ、でもそれは向こうの方にとったらその中で選挙をやってるのが普通と捉えてらっしゃるからやっていい話で、うんうん、こちらで同じことをしたら不謹慎だとか、うんうん、そういうふうに取られるかもしれないですね。なるほどですね、うん、なのでやっぱりお国柄にちゃんと沿っていくことっていうのが大事ですね。なるほどですね、はい、でもなかなかやっぱ選挙は悪天候では止まらないという部分で、はい、まあ、例えば、まあ、今はもう春になってますけども、例えば冬の厳しい時期とか、うん、なんかこう寒い時とかもですね、やっぱりそういうのを開けながら、うん、なんかすごい寒いんじゃないかなって思いますけども、やらなきゃいけないんですかね。寒いですよ、寒いなんていうもんじゃないですよ、雪地蔵状態になりますので、ね、まつげにもバイザーにも雪がたまりますし、粉雪だと、で手もかじかんじゃうので、うん、この中にカイロを入れて、白手袋の中にカイロ、はい、白手袋の中にカイロも入れますし、もう一枚自分の巻い手袋の分厚いのをやってます。あ、でその上で手を出してポッカポカになってるんですね、手がこたつ状態で、で
あの膝から下も実は今時はカイロなんかもありますが、あの町議会とか村議会に行くとおばあちゃんがこういう豆炭みたいなのを用意してくださって、田んぼの中で農作業、冬の農作業の時なんかに豆炭で暖を取られたりするらしいんですけれども、膝の上にこういうこたつ状態の豆炭を置いて、その上から毛布をして、で下半身はポッカポカで上半身は雪に当たっているという。なるほどね、意外と下半身が暖かいと上半身出してこう雪が積もってるなとまつげを見ながらですね、うん、やれるもんなんですね。なんか雪吉さんからすると全部楽しそうな、なんか、ね、そうですね、あれですね、もうでもなかなかそういう体験、豆炭があるだとか、うんうんうん、であの道路が凍結をして、あの凍結しないのものを巻きながら、はい、皆さんが慌てて、あの後ろどうだ大丈夫かとかって見ながらですね山道をこう下っていく、でその間にわーって雪景色綺麗だなと思って、その間は、まあ、休憩ではないですけど、あの処理していたところが待ってる時間なのであの山中に積もった雪なんかを見ながら、あったかいものを飲んでですね、まだかなって思いながらこういう経験はなかなかできないよなって思ってるっていうね。そうですよね、宇宙さんもやっぱ全国に行かなきゃいけなくて、はい、まあ、全国のね、うん、そういったところもやっぱ触れるっていうのも、まあ、仕事柄のまあ役得というかね、そういう部分もやっぱあるわけですかね。まあでもやっぱ厳しい中でもやっていくって中で、うん、そういうあったかい対策であるとか、はい、うん、あとはその雨の対策、うん、あとはそういうところでもちゃんとやるっていう部分ですかね。雪もそんな厳しい雪でもやっぱ人なんかいなそうですけど、やっぱやるんですね。やりますよね、うん、よっぽどあの本当あの凍結して通行できないぐらいまで行かないとやりますよね、うん、なるほどですね、はい、なかなか、はい、厳しいというふうな中でもやっぱそういうのにやっぱり対策していきながら、うんうん、やっぱりちゃんとやっていくっていうふうなことが大事なんですかね。それにはもうあの現場で対応できるように、冬場ならカイロならカイロを持っていく、で夏なら保冷剤や冷えピタ、あのまあ、冷やすものを現場に持っていく、自分が快適にできるような状態に、あの自分の準備をしていくっていうことが大事ですね。なるほど、はい、まあ、今時期なんかだとなんか花粉とかそういうのも気になったりすると思うんですけども、これもねやっぱ花粉症の人にとってはもう大災害ですよね。そうですね、はい、こういうのどうしてるんですか。もう花粉症はトラックとかに行って花粉症対策のものをまずは買い漁る、ドラッグストアで、はい、なるほど、化粧の下からでもできるような目とか鼻とかに、うん、今マスクは、うん、もちろんウッシュはマスクはできないので、なるほど、ね、マスク代わりになるって書いてあるようなものジェルを目とか鼻に塗ってから、うん、顔と髪の毛にそのスプレーをガーってやって、完璧に、うん、そうですね、であと喉飴も普段は普通の喉飴なんですけど、うん、花粉対策の喉飴があるので、うんうん、それを舐めながらやったりとかして、で花粉の目薬とかを刺したりしてみたいな。なるほど、はい、もうできることは全部、やっぱりすごいですね、やっぱできることはやっぱ自分で全部ちゃんとやっておいて、しっかりその選挙官の中で、自分が快適にパフォーマンスを高く持つということをやってるということなんですね。うん、素晴らしい、はい、ね、分かりました。じゃあ本日はなんか悪天候の中の遊説というふうな部分で皆さんご苦労というのをちょっと伺ったわけですけれども、またあのちょっと次回、まあ、いろいろ聞いてみたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。